とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー3周回っていきましょう。3周、だいたい1時間半で回れるね。今日はいいのが出てきてくれるのかな？行くぞ！1周目、ボスです。1回やられてるんだけども、あそこでやられた23回。あそこやられない？敵にじゃなくって、落石で。落石であそこ死ぬよね。うん。なんかわけわかんないけど、石が降ってきて、それに当たると死ぬんだよね。あれなんかしてほしいな。あの事故はね、どうしようもないんだもんね。急に落石が来て、それ避けられないもん、あんな。あれは避けられないよ。なんとかしてください。おしまいだね。さあ1周目、何が来る？最初からめちゃめちゃいいのが来たらすごいよね。なんだ、ヤギ、緑、もうまあまあユニークばっかり出るようにはなってるね。あ、ヤギの、そうか、もともとクールダウンだけども黄金でクールダウン2がついてる。うん。で、ポーションバリア、雷フォーカス、あー、なるほどね。なるほど。一応、カバンビルドとしてもやっていけるやつだね。悪くない。緑、これは黄金じゃない。エンチャントは特にいいのはついてないね。ファイアボルトは？マルチショット、あ、ダイナモ、まあ、浮遊攻撃でもいいし、あ、無限もついてる。一発のダメージは144万。あー、ファイアボルトにしようか。爆弾系はね、251のやつを使ってるんで、まあまあ使わないけどね。でももしもまたね、ダイナモが復活したらこれすげー強いと思うんだ。うん。まあ、なんか、ヤギ、これは、似通ったやつを持ってるんで、いらないかな？うん。かな？悩む。まあ、どっちかにします。2周目、行きましょう。特に問題なく、行ったね。23階の、瓦礫が落ちてくるところ。落ちてきた瞬間に、もうそれが見えた瞬間に、まあローリングすれば避けれなくもないけどさ、要注意だよね、あそこ本当。お、あれ、ちょっと待って、動かない。ああ、そうか、なんだ、そういうことか。それは動かないのか。よし、行きましょう。よし、もう少し。ああ、でもなんかあんまり押せないな。一応ね、矢を虚無つけてるんだけどね、そこまで減らせないな。虚無のレベルを2ぐらいにしてきた方がいいか。うん、あれ倍々ってなるから、だいぶ強くなるんだよね。倒したね。はい。では2周目、お願いします。いいの来てください。お願いします。頼む。いやいや、イカは、イカはユニークで来てよ。イカはユニークでしょうよ。いや、ノーマルいらないんだ。タイタンは？あー、これはひどいな、2周目。いや、エンチャントのね、下の方はいいよ。下の方いい。火炎と雷フォーカスあって、シナジーついてるからいいんだけど、クールダウンがないんだ。黄金でクールダウンついてくれれば最高だったんだけど。スイフトなストライカーね。まあまあ、すごい攻撃的なエンチャントではあるけど、まあ一応取ってみる。いらないけどね。まあこれにしておきます。3周目ボス、1回目2回目とちょっと微妙な感じだったから、
最後はお願いします、頼むよ、最後は本当になんかいいの来てお願いします、めちゃめちゃいいのが来てほしい。まあいい、うん、やっぱいいのがいいよ。でも最低でも使えるやつが来て、うん、全く使えないやつばっかだからね、何かしら使えそうなやつをください、お願いします、頼むよ。じゃあこのまま押し切りましょう。うん、大丈夫だね、もうやられることももうほぼないよ、ほぼない、うん、まあ、特になんか大きな事故があればねやられるんだけども、基本そんな事故もないしね、やられることはほぼなくなりました。お、これ1体だけか、はい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 、おお、チェーンがついてたね今回のやつで、そうだそうだ、黄金スキルでチェーンがついてるんだ、じゃあもう少し虚無レベル2をつけて叩くと、まあまあそれなりに減るよね。よし、ではあれ、ザコがいる、ザコがいる、あ、いやいやいや、いないわ、お願いしますよ、いいやつ、できれば影の衣かイカの防具、発光するイカね、ノーマルイカはいらないよ、さっきみたいに、頼む頼む、微妙、微妙だね、監視のサイス、俺これよく出るような気がする、ダメ、ビースティンガーぐらいかな、うん、持ってないっていうのはね、はいはいはい、ひどいな、ビースティンガーは何、ああ、まあまあ弱体化が1ついてるね、でまあ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 、これは重力と相性がいいから、重力、虚無、いやー、いらんわいらないわ、全くもっていらないわ、監守にする、あ、まあまあ、監守の方がまだマシだわ、まだマシ、はい、ということで3周クリアしました。全然だったね、ひどかった、まずこれ、監守のサイス。よくないね。まあまあ、使えないかというと、そこそこ使えそうではある。6% 吸収の防具でね。で、スイフトストライカー。まあ、これ自体もそんなに強くないよ。でも、まあまあ、これも 6% 吸収の防具と合わせると、それなりにいけるかなっていうところ。もう一つは、ファイアボルトスロワー。取りました。まあ、これが、マルチショット無限、まあ、ダイナモか、冬攻撃、ここら辺でいけるんじゃない、まあまあ、263だから、ダイナモの上がり幅もすごいね。1回で66万だから、うん、ダイナモのファイアボルトスロワーはいいかもしれません。まあ、どうかわかんないけどね。はい。ということで、今日もちょっといまいちな感じでした。いいやつなかなか出ないね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。